こんにちは、シュンダリメンバーの稲山です。はい、そして、はい、こんにちは、2日前にダイアリー入社したトッキーです。はい、ということで、まあ、トッキーさんが、まあ、結構特殊な就活を送ってたんで、まあ、今日はその話をいろいろ伺っていけたらなと思います。トッキーさん、どんな就活してたかざっくり伺ってもいいですか？はい、自分は、大学3年の6月ぐらいに就活を始めて、最終的には一旦、広告系のメガベンチャーとか含めて計7社から7社、はい、多いな、はい、内定をいただいて、一旦就活終わったんですけど、やっぱ途中でなんかやっぱりちょっとベンチャー怖いなとかっていう風に思い直して、はい、大学4年の、1月卒業ギリギリに就活をやり直して、はい、で、最終的にもうちょっと大きめの会社さんから内定をもらって、はい、就活を終えました。じゃあ卒業間際に就活でもう一回始めて、で大手内定した特殊な人ってことがあってますか？そうですね、変な人ですね、はい、まあちょっとすごいですね。なのでまあ2、4卒でもう卒業間近だけど、はい、ちょっと今の内定先ちょっともやっとしてるなとか、あとはもう2、5卒、はい、今就活しててもう出遅れたなとか焦ってる人でも、まあ、僕でも大学4年の1月に始めて間に合ったので、はい、圧倒的に遅いですもんね、はい、そのためのなんかトゥードゥーみたいなのをまとめたので、はい、よかったら見てみてください、はいはい、ということでやっていきましょう。はい、そこまで遅い時期に始めてどうやって内定を、まあ、卒業までに間に合って取るのか、はい、というところ気になるんですけど、どんなことしたんですか？まあ、まずどうやって会社を探すのかっていうところなんですけど、オンテッドリーっていう就活サービスを使いました。はい、はい、でオンテッドリーって何かっていうと、いろんな会社がこうバーって載ってて、はい、その会社のブログみたいな記事を読めて、さらにそこからなんか話を聞きに行くみたいな、で選考を受けるみたいなのができるサービスなんです、はい、まあ、普通の求人サイトみたいな感じですよね。そうですね、それを使いました。はい、でもう時間もないかったんで、2、3卒とかキーワード入れて、で、はい、自分のちょっと興味ある職種で検索かけて出てきて、ところをこう見ていって、はい、でまずその会社の記事をたくさん読んで、そもそも送る企業を厳選しました。あ、はい、まあけど企業側からしたら、まあ、この時期に送ってくる就活生って変じゃないですか。そうです、なんかこう対応してもらえなさそうだと思うんですけど、そこら辺はどうやって乗り越えたんですか？はい、そこに関しては、こっちから送るメッセージをちょっと工夫しました、はい、よくある ES とかって、まあ、志望理由とか、はい、テンプレっぽい文章になるじゃないですか、はい、じゃなくてちょっと情緒的な文章を、あ、なるほど、自分なりに考えておくって、はい、なんか結論ファーストじゃなくて、私はこういう人間です、あ、なるほど、はい、こういう経緯で就活やり直そうと思いました、その時に御社に出会いました、物語形式で、なんかストーリーを想像させたみたいな感じ。そうですね、はい、そっちの方が熱意が伝わるし、はい、なんか型にはまってない感じが出ると思ったんで、はい、それを送りましたね、はい、まあ、この文章構成とか多分社員訪問とかでアポ取る時使えそうですよね。ああ、確かに、はい、けどモンテッドリーとか大手があるイメージなくて、どっちかというとなんかイケイケのベンチャーばっかり、まあ、求人乗っけてるんじゃないかなとか思ったりしたんですけど、大手あるんですか？全体の妄想的には確かにベンチャーとか、はい、割と中小とか小さめの企業が多いと思うんですけど、はい、自分が結果的にオンテッドリーで見つけて内定をもらった企業は、東証一部上場してたりとかっていう、しっかりこう安定したというか、じゃあ普通に上場してるような大きな企業もオンテッドリーで全体にこうマッチングできるというか、コミュニケーション取れるんですね。あります。あとは2、3卒募集とか書いてない企業も結構あるんですね、はい、それってなんか応募していいのかなと思うんですけど、そうです、ね、送っちゃって大丈夫です。全然送っちゃったんですね。はい、なるほど。なんかたまたまモンテッドリーの記事出してないだけっていう可能性も全然あるんで、はい、もうこっちから 2、3卒ですけどいけますかみたいな感じで送れば意外と大丈夫だったりします。確かに。で、まあ、じゃあいい企業を見つけるまではいいと思うんですけど、まあ、そこからもう大体終わりの時期とか、まあ、どんどん後ろに差し掛かってくると採用枠限られてくるじゃないですか、はい、でそんな中でその選考突破するのは難しいと思うんですけど、そこはどうやったんですか？選考対策というか。やったことは2つあって、はい、1つ目は改めて自分の就活軸、なんかどんな進路を歩みたいのかとかっていうのをもう1回疑い直しました、はい、もう自分はもともともう結構なベンチャーを中心に受けてて、はい、なんでベンチャーかっていうと、ざっくりというとなんかベンチャーは裁量権があって、はい、若手からいろんなことに挑戦できる。あるあるですね。でもそれをなんか一つなんか就活締めに置いてたんですけど、はい、まあ、それって、まあ、別に大手でも若手のうちから挑戦とかできたり裁量権持てる会社ってあるんじゃないかなって思って、はい、まあ、そこがきっかけでちょっともう一回、はい、じゃあ自分は本当に何を軸にして企業を選べばいいんだろうっていうのを考え直しました、はい、で、まあ、過去のまあ経験をもう一回振り返って、自分が過去になんかどんな瞬間に気分上がったかなとか、はい、前向きに頑張れてた瞬間って何だったんだっていうのを思い返して、まあ、それが僕は高校時代の部活だったんですけど、はい、まあ、年齢とか立場とかに
かかわらず実力がある人にはそれ相応のポジションだったり仕事を任せてもらえる、はい、あるいは実力主義の会社がいいんじゃないかなっていう結論に至って、でよりなんか前より解像度が上がったみたいな感じですね、はい、まあ、じゃあ改めて自分の就活軸を疑い直しても解像度をどんどん上げていくっていうことがもう一つやったこと。そうですね、はい、でもう他にやったこととかありますか。はい、面接で台本とか結構書く人いると思うんですけど、はい、それ書くのをやめました。それ書くのやめたんですね。はい、なんでやめたんですか。なんかそれは就活軸と一緒でずっともう一回書いちゃうとそれが固定になっちゃうから、はい、なんかそれを疑うこともないし、はい、途中からもう頭にある文章を読むだけの人になっちゃってたんだなと思って、はい、なんか自分の素直な気持ちで喋った方がなんか自分らしさが伝わるし、はい、パッとその場で出てくる言葉とかが多分本音だと思うから、はい、結果的にそこで内定をもらった方が、はい、まあ、長期的に見た時にいいんだろうなって思って、自分の本当にマッチしてるかどうかっていう指標の一つとして台本通りに喋ってなくてなんか素直に話してコミュニケーションが心地いいとかがある感じですか、ね、うん、そうですね。過去を振り返るのはいいんだけど、はい、文章に書き起こしちゃうっていうのがまずかったなっていう、うん、ああそうなんですね。そう、文章に書き起こさず、まあ、特に出さなかったんですか。なんかアウトプットとかはしなかったんですか。そうね、自分が一回考えたことだから、はい、まあでも詰まっちゃったりとかは増えたかもしれない、はい、それによって。それでも全然良かったんですか。良かったし、はい、なんかスラスラ答える人もないかと思って、はい、なんかちょっと詰まりながらでも自分の素直な気持ちを喋ってましたね、はい、なるほど。まあ、後ろの時期になっていけばいくほど就活終わった人とか内定決まってる人が出てきて、みんなこう遊んだりとか幸せそうにしてるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、そいつらを横目で見ながらなんか就活するのってちょっと気持ち的に厳しい部分もあると思うんですけど、羨ましいとか思わなかったんですか。いや羨ましかった。羨ましかっただけどなんか今この瞬間の行動は絶対意味あるなと思ってやってたかな、はい、納得して人生を歩むというか将来に進んでいく方がもう絶対いいし、はい、どうせ4月からもう働くなら絶対前向きな気持ちで入りたいなっていうのがあったんで、その気持ち、はい、お気持ち一点張りで気持ち前向きにやりましたね、はい。普通の就活生じゃなくてこの時期のだからこそなんかやった特殊なこととか、遅いからこそやった特殊なこととかあったりします、はい、とにかく人に頼りまくった。あ、例えば今 ES 的なものがあったとしたら、はい、なんか友達とかに一緒に見てもらうとか、はい、うん、素直に頼った。素直に頼ったですかね。なんか結構それまでは、はい、もう、まあ、内定をもらえてたっていうのもあって、うん、別に自分そんな人に頼んなくても内定もらえるし、うん、頼んなくていいかなみたいな、はい、感じでやってたんですけど、改めてもう一回素直な気持ちになっていろんな人に、はい、ES とか文章を見てもらったりとか、はい、将来なんかこういうことやりたくて、はい、でこの会社とこの会社迷ってるんだけどどうしたらいいかな、もう分かんないよみたいなのをもうめちゃくちゃ吐露しまくって、はい、壁打ちみたいなしました、ね。あ、まあ、じゃあ正直に開示して、まあ、困ってる自分の状況とかその自分の思いみたいなものを打ち明けることで悩みの相談とか、まあ、周りの人にどんどん頼って実際に助けてもらってたって感じですか。そうですね、気持ち的にもやっぱ焦ってたんで、はい、うん、その時はなんかそのおかげでちょっと頑張れたなっていうのがありますね、はい、ありがとうございます。で、まあ、動画の途中ではあるんですけど、まあ、今これを見てくださってる皆さんの中にも面接がうまくいかなくて困ってる方いらっしゃると思うので、今旬ダイアリーの元、メンバーのホスさんが作った面接品質質問集の50選があるので、まあ、そちらプレゼントしてるのでよかったら概要欄からダウンロードして使ってみてください。一般的な就活生からそれてる人ってなんでそういう感じになっちゃってるんですかみたいな質問来ると思うんですけど、うん、そういうのありました。ありました。なんか就活やり直してるんですね。はい、そうですね。なんかちょっとネガティブに受け取られる可能性もあるかなと思うんですけど、はい、そこはどう対応してたんですか。そこに関してももう割と素直に言うようにはしてて、はい、もともとベンチャー受けてたんですけど、はい、まあ、やっぱちょっと不安になって、うん、なんか改めて自分を見つめ直して就活やり直してるんですみたいな、はい、これ乗り切れた。なんかじゃあ1回目でなんでちゃんとやりきらなかったのみたいな意地悪な質問来なかった。そこまで来なくて、はい、受けられてるってことは向こうの企業もまだ人が欲しいってことだから、はい、全然もうウェルカムというか、うん、そこまで詰めてくることもなかったですね。はい、ということで、まあ、今日は就活2週目やって最終的に大手内定したドッキーさんのお話を伺っていきました。じゃあ最後にメッセージお願いします。
内定に早いも遅いもないと思ってます、うん、ってか思いました、はい、なので、とにかく自分に素直に欲張りに、うん、もう自分が行きたいと思う企業の要素を、はい、全部叶えられる企業を探すくらいでいいのかなと思ってます、はい、あ、じゃあもう途中でまあ諦めたりとか辞めるんじゃなくて、もう最後まで自分が納得するまで粘り強く就活するっていうところが一つ大事なことなんですね。そうですね、もう本当にそれが大事だと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、今この動画見て、まあ、ちょっと就活の動き出しに遅めで焦ってる方とか、まあ、今内定してもやもやしてるって人も、まあ、最後納得内定できるまで、まあ、全力で頑張っていただけたらと思います。ということで今日の動画以上になります。ありがとうございました、はい、せーの、じゃあな。下克上っていう感じで気合い入ってます。勝ち上がりたいって、内定取りたいと、で勝ち取りたいと、絶対に残りたいと思ってます。人生で挑戦してきたこととかは、まあ、全部成功してきた、最終面接と通過した人は内定をかけ集まった6人の就活生、1泊2日で内定が出る前代未聞の選考に挑みます。それって割と誰でもできること、言語化できていないな、やめてください本当に。こんなバカ笑いしてる女誰も取りたくありません。ダメでしたね、自信を失ってきてます。選考時点に楽しさを感じられる、本音は辛い。ちょっと怖かったです怖かったです